セントジョンズウッド駅はセントジョンズウッドにあるロンドン地下鉄の駅である。当駅はジュビリー線のスイスコテージ駅とベーカーストリート駅の間ゾーンに,に位置する。当駅は1939年11月20日にメトロポリタン線のスタンモア支線の機能がベーカールー線に移動される際、ベーカーストリート駅とフィンチリーロード駅の間に建設された地下トンネルに設置された。 ベーカールー線スタンモア支線が1979年にジュビリー線の一部となったため、当駅もジュビリー線の駅となった。当駅の開業により、当駅に近いメトロポリタン線の2つの駅、いずれも1868年開業のローズ駅、マールボロロード駅が廃止された。駅建物はアカシアロードとウェリントンロードの交差点に位置し、1938年と1939年の 地下鉄路線図には、アカシアロード、または、アカシアの歌唱で記載されていた。当駅は、ローズクリケットグラウンド、ビートルズゆかりのアビーロードスタジオの最寄り駅であり、当駅で、ビートルズの土産物が売られている。マルチ、イヤーステーションエントリーエグジットフィギュアス。ロンドンアンダーグラウンドステーションパッセンジャー優勢時、データ、ロンドン交通局。 2015年3月31日閲覧。ありがとうございます。